はい、信長の坊対シリーズパークキット。群雄集結シナリオの、本願寺編ですね。ご視聴いただきありがとうございます。取引を行いましょう。取り計らいます。ちょっとね、評論がね、だいぶ、ホイールをかけられてて、評論がだいぶね、厳しくなってきてます。進めていきます。天下を滑るまで、負ける気はありません。はい、防衛の方ね、だいぶ。もう、そしたらもうこっちないね。手を打ちましょう。皆さん、続いてください。これ、一向一揆でちょこっとやってみますか。続け。いや、こんなに出したらまずい。6000ぐらい。このぐらいだね。我に続け。あ、ボヘアコや入れてない。入れときましょう。我が妻。やはり天下無二のものですね。あ、長宗我部さんに一個一揆でもいいね。まあ、どっちにするかちょっと考えましょう。覚悟なき者に負けはせぬ。今舞台解散したんで、一個一揆はやるタイミングじゃないですね。はい。したらこっちかな。あと6日。こっち一個一揆しても、多分取れなさそうだね。やめときましょう。はい、そしたら、少しね、しばらく待ちます。方位35日。9000で来るんだ。そしたら、やっぱ一個一気使えば多分これ帰ると思うんだよね、結構ね。じゃあちょっと離れましょうか。手を打ちましょう。離れて。進むのです。で、一個一気しましょうか。仏罰敵面。仏の怒りを恐れなさい。全部一個一個置きましたけど、なんか、ここ兵減ってないような気がするんですけど、気のせいですかね。そしたら、手を打ちましょう。2100で来るんじゃ、こっちかな。出陣しましょう。9000。で、あと、もうちょっと補充したいけど。まあ、できないですね。はい、進めます。もう終わりか。口ほどにもないの。かたじけない。参るぞ。出陣します。で、こっちに行ったんで、これまだ後ろで0日だよね。出陣しましょう。これで、多分ここ取れる、落ちるんじゃないのかな。終わりですか。拍子抜けです。で、いいよね。そしたら今度こっち行けば、18日か、ちょっと時間かかるな。こっちは4日で9000。勝てるね。部分入場しよう。部分入場させて、291。
出陣しましょう。で、9000が当たっても大丈夫ですね。出陣しましょう。はい、こんな感じでね、いきます。ここちょっと注目ですね。我が部の前に敵はおらぬ。かたじけない。手を打ちます。出陣する。多分大丈夫だと思うね。どうだろう。全部まあ集結してきたら負けちゃいますけどね。まあ集結してくるようだったら、部分入場でもさせときますかね。これでも入れといて、集結してくるようだったら合流します。2000いくつで合流すれば多分勝てるでしょう。で、こっちはもし兵が足りなくなったらね、あの秀吉さんの方に合流させればいいんでね。あれ、これ動かしてたはずなんだけど動いてないね。出陣しましょう。標高76ですね。報告いたします。表情を始めましょう。やっぱ対名結構使ってるんで、今対名は取っておきましょう。これにて表情を終わります。これ取っときます。お、だいぶばらけてくれましたね。いい感じですね。兵糧買いましょう。商業進めて。ほっ。取引を行いましょう。だいぶ、金銭収益も増えてきましたね。はかりんごと大きは勝ち、少なきは負ける。戦の極意。これダメだ。ダイナパターンだ、これ。これダメなパターンですね。したらこのダメなパターンなので、これは手を打ちましょう。こっち11日へ行けるの、こっち行きましょう。進むのです。どっちみちこっちへつながってくれるんでね、美味しいと思います。で、家康君頑張ってください。手を貸しましょう。ほい、46日、いいですね。で、2つが来ても倒せますから大丈夫ですね。6000もこれ、備中高松にいるんだ。我らを甘く見たような。標高26日ですね。で、方位32日で。これが来たら負けちゃいますね。まあ、来ないと信じておきましょう。勝ったぞ！勝ち時を上げよう！いいね。部分入場で。303が一番少ないかな。我に続け。いざ参ろう。え、出てきてくれないの、備中高松。ケチだね。我に続け。このぐらいの兵力差あったら出てきてくれてもおかしくないんですけどね。で、進めていきます。初期化で
個別陣で。かしこまった。かしこまった。ポイします。報告いたします。議長。あと、ホイヤ、あと一回ですか。一回に去ったら、ちょっと、おもりさんと交換しましょう。小早川さん、頑張ってくださいね。じゃあ、商業進めて。承知いたしました。兵糧買います。取引を行いましょう。敵が我が領内に向かっております。へえ。あとどんぐらい44じゃここはできるかり放置で。天も人も俺に背くことは許さぬ。天も人も俺に背くことは許さぬ。志果たさずして賞は終えられぬな。終わりですか。教師抜けです。かたじけない。じゃあちょっとこっち行きますか。皆さん続いてください。あー来ちゃったか。行きます。これは包囲してるよね。先着扱いで勝てないかな。国主入れとこう。我が妻、やはり天下無二のものですね。国主入れたんで勝てるんじゃないのかな。負けちゃいましたね。個人種入れたんですけどね。残念。これは、15,000ぐらいかな。このぐらいで。我に続け。兵糧切れる。44日持たないんだ。じゃあやめときましょう。じゃあここを落としてから、あと14日落ちるの落としたら講話ですね。うん、ここ一箇所、一箇所ね、あるんで、多分取られることはないですね、他のお家に。じゃあちょっとこっちの浮田さんをね、倒すことにね、専念していきたいなと思います。報告いたします。お命令を。じゃあ、壊します。長宗官さんも、東海城絶対かかるんで、大丈夫ですね。講和。山田さんは攻めてないよね。攻めてないですね。ここはですね。はで、ノブともここで。はじゃあ、兵糧、商業を進めて、兵糧を買って。はあー、やってなかったんだね。はい。やっときましょう。取引を行いましょう。歩兵やってないんじゃないかな、この辺やってないですね。承知いたしました。ここもやってないですね、歩兵ね。
か。こんなもんですね、ボヘはね。はい。じゃあ進めていきます。北畑さん、頑張ってください。手を貸しましょう。もう終わりか。口ほどにもないの。はい。はい、返します。いいですね、だいぶ消化の方も取れてきましたね。でこれも、あ、出てきてくれてるんですね。手を打ちましょう。もう当たってますね、ゼロインチでね。出陣しましょう。いいです、いいです、いいです、最高です。我が策があれば勝つのは必然でしたね。10日ですね、美味しいですね。こっちあと何した？あと35日。いいですね。ちょうどいい頃合いですね。牢上で自動設定で。この程度でしたか。まあ、ここが来るんでね。はい、今回は、自分らが大きくなるだけのね、濃いものでしたね。まあ、票がなくて結構ね、大変だったんですけど、まあ、票がないのいつもことですからね。山名。は？1106世。生意気な。使いの者が来たようです。無理です。強行で速攻書入ったら入れたいね。こっちはあと何日だ。あと17日だよね。で、こっちは17日の前に。あー、本当に数日のギリギリの差でいけそうな感じですね。報告いたします。表情を始めましょう。対面欲しいし、軍需も欲しいし、農業も欲しいし、農業もらっときましょうか。これにて表情を終わります。特に取らなくていいですね。ゲチオ。じゃあ商業を進めて。承知いたしました。あ、これ防衛しなきゃまずいですね。防衛取りましたよね、この辺ね。取ったけど防衛し必要なかったですね。ここも取ったんで防衛します。かしこまった。こんなもんですね。じゃあこっちちょっと確認しながらゆっくりと行きますか。かかれ。あー、出てきちゃった。あー、死力を尽くした甲斐があった。じゃあ返します。なんだ、じゃあこれ速攻車消えちゃったね。まあ、26日なんでいいでしょう。ありませんでしたね。はい、浮田直江さんとかね、結構ね、強いね、武将ね、
ぱい来ましたね。はい、じゃあ返します。で、ホイマはもう終わったかな。あ、大友さん、ちょっと待ってよ、こんな遠いところからかしこまった、ホイマにかけないでくださいよ。かなりの罠ですよね。山野さん、壊しておきましょうか。かしこまった。あ、鈴木さんとあれだ、同盟結んどかないと。かしこまった。じゃあこんな感じですね。報告いたします。ゲチオ、はい、ということで11話はね、これで終了になります。勢力の確認しましょう。今17ポイントですね。あと20ポイント、21ポイント。あと19ポイントかな？うん、あと19ポイント。やっと半分ぐらいまで来たかなっていうところですね。普段の半分ぐらいだと、もうだいぶ楽勝モードに入ってるはずなんですけれども、今回は、毛利さんにいじめられすぎたので、全然ですね。はい、全然。評論がね、溜まってないんで、結構厳しいかなっていうのがあります。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。